山寺です。今ですね、新今宮駅、歩いてね、徒歩ね、1分ぐらいのところに新今宮ダウンタウン、新今宮ダウンタウンというお店があるんですよね。ちょっとハイテンションなんです、ごめんなさい。こちらね、なんかね、焼肉屋さんなのかな、ちょっと見てみましょうね。なんかこれハイボール、あ、ちょっと各ハイボールが300円、レモンサワー300円、ちょっと飲み物が全部300円ですね。これはちょっとね、いいお店だと思いますので、お持ち帰りもできるんですよね。ビール冷えてますぜ。キムチ、キムチこんな容器入って400円、安っ。ちょっと楽しみです。今から入って食べ飲みしたいと思います。今ですね、新今宮ダウンタウンさんに来ましたよ。ここは牛肉ね、焼肉ですよね、はい、焼肉がメインで、すごくね、綺麗なお店ですよ。ほんでまずはね、金麦からいただきます。ここはドリンクはほとんど300円なんですかね。はい、瓶ビールとか以外、はい、300円で、瓶ビール以外ほとんど300円でいただけるということで、あ、泡がクリーミーですね、美味しい。やっぱりいいお店ですわ、ほんまに。うん、結構ね、若いスタッフの皆さんがいてて、意外とね、金麦うまいね、金麦美味しいですね、美味しい美味しい、ほんまに美味しいです。結構ええ感じに酔ってるんですけどね、結構酔ってますよ。ほんで、なんかここのお店、おすすめが4種類あるんですよね。おすすめの4種類を全部注文しました、4種類ね。うん、まあ後でメニューをちょっとお出ししますけども、結構山寺もう酔ってますよ、ベロベロですよ、ベロベロ。こちらなんか薄焼きつらみになってるそうですね。薄焼きつらみ、はい、ありがとうございます。これはじっくり焼いて食べたら美味しいんかな。いや、さっと焼いて、さっと焼いて食べてくださいということで、ジューシーな状態で、ジューシーな状態で、分かりました、ありがとうございます。今ね、お肉焼いてますよ。店員さんの対応が気持ちいい、いいですね、最高。もう僕みたいな酔っ払い相手してもらってありがとうございますという感じです。これうまそう。はい、ありがとうございます。若いっていいね。ありがとうございます。いただきます。柔らかくて美味しいお肉。うまいっす。これお肉、焼肉美味しいね。うん。最高。酔ってます。店内の雰囲気がね、こんな感じとなっております。まあ、座ってね、食べれる時もあれば、こうやってね、立ち飲み形式でいただけることも、いただけるところもあるんですよね。これですね、トイレをね、山寺がね、あんまりね、撮影することはないんやけど、これ、何これ、やかん、え、これ、あ、めっちゃおもろいやん。これ、ドヤって書いてますよ。この下はね、小便器ですわ。ちょっとね、映すのやめときますけども、このね、洗面がおもろいじゃないですか。これ洗面やばくない？これ洗面ね、ちょっとこれね、こうしたらね、手が洗えるんですよ、手が洗える。やかんをひっくり返して、これ中身どうなってるのかな、心配やけどね。ちょっとこれすごいな、これちょっとどうなってるの、ほんまに負けんときますわ、やばそうなんで。これがね、水道になってるんですよ。やかんが水道ってすごいよね、めっちゃおもろいです、本当に。ありがとうございます。こちらもありがとうございます。いただきます。お姉さんもありがとうございます。すいません。ありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。こちら、ニンニクバターで食べる柔らかハラミとなっておりまして、はい、うまそう、はい、こちらのニンニクとバターが入ったら、マジで、ハラミめっちゃ食いたい。ありがとうございます。で、こちらのバターが溶けましたら、焼けたハラミをこの中に 2,3 秒ぐらいしっかりつけていただいて食べていただくっていうのがおすすめの食べ方です。ありがとうございます。すみません。よかったら焼いておきましょうか。はい、お願いいたします。すみません、失礼します。戻ってきます。はい、で焼けましたらバターと一緒に、はい、召し上げてください。はい、わかりました。ありがとうございます。そうですね、もう全部焼いてもらって大丈夫ですよ。全部いっておきます。はい、ありがとうございます、はい。焼きすぎ注意なんで、はい、わかりました、了解です、ありがとうございます。はい、失礼いたします。じゃあ、ちゃんと宣伝しておこう。いただきます。いいかな。こんにちは。こんにちは。店長に負けてられへんならおかわりや。おかわり。ハラミね、これをね、バター、
バターニンニク、ニンニクバターのこれ、ね、たっぷりこうして食べてくださいとおっしゃってました。絶対美味しいやつやんなこれ。ちょいただきます。ニンニクバター美味しいですわ。え、ハーミニンニクバター食べてこんな方法もあったんや。ええ、もう焼肉のタレばっかり思ってね。あ、これは美味しい。店長ありって。これ美味しい。バターニンニクありって。あれ。ああ嬉しい。うまい。俺も食べんね。一応俺2やね。焼肉界を制してる男やから。いやマジで。甘めに。平和さんとか。はい。甘めに。厳しい。うまい。取れたキャベツを使ったナムルなんですけど、よかったら食べてみてください。ありがとう。無料でいいんで。自社栽培のナムル。これはあの自家製のねキャベツ、自家製ですよ、自家製キャベツのナムル。あの自社コードで作ってあるのかな。うん、まっ。かなり美味しいわ。もうねここのね接客が最高。ここの本当にお店はね。店長以下、めちゃくちゃ気持ちいい対応です。こちらですね、レバーですわ。レバーはねちょっと焼いて、ちょっとね軽くこの鉄板でまた焼いて、このバター、ニラバターかな、これにつけて食べたら美味しいらしいですよ。このねレバーいただきます。キメラを、あ、うまっ、うまっ、レバー最高だね。ね、レバーバター最高、かなり美味しいわ。レバー最高、めっちゃうまい。やばい。こちらね初なんですって。でこのねネギ練りかな、これニラかわからんけど、たっぷりここにつけて食べるんですけども、初をね焼いてみましょう。こんばんは、いらっしゃいませ。初焼くよ。ていうかさ、もうお腹結構来てるんだけどね。彼女まだ自信ないな。もうこの店来たら最高やから、いらっしゃいませーって心から言われな。いらっしゃいませー。ええこちらね、初をこれにちょっとねいただきます。あ、ハスも美味しい。あのね、このネギかな、ネギのこのなんともこの食べ、うまいわ。あ、新しい。ちょっとやばいよ、ほんまやばい、ほんまやばい、ほんまやばい。どこまで、お、ちょっとカメラが上がっていった、上がっていった。めっちゃね、お腹もいっぱいやし、もういろいろ食べてね、もうあかん、ノックアウトしました、ノックアウト。もうベロンベロンで酔っ払ってますわ、もう顔を映さんでええぐらいに酔っ払っております。ということです。いつもですね、山寺の YouTube 見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。というか、ここのね新今宮ダウンタウン、よろしくお願いいたします。では帰ります。